まず有山正信議員の質問を許可します。有山議員。それでは、早速ですが通告に、皆さんおはようございます。おはようございます。通告に従いまして、質問をさせていただきます。22番目ということで、さっきの質疑と重なる点が多少ありますけれども、より私なりの観点でより踏み込んで議論をさせていただきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず通告1番のコロナ禍における市政の取り組みについての括弧1、行財政運営と自治体システムについてお聞きをいたします。新型コロナウイルス感染症への対応については、本市では今回の9月補正予算を含め、これまで8回にわたる予算措置を講じており、今後はコロナ禍による市政収入への影響なども懸念されることから、今後を見据えた行財政運営について確認をしたいと思っております。またそうした中においては、これまで以上に行政の効率性を高めていく必要があり、そのためには自治体のシステムの在り方についても見直しを図っていくことが重要ではないかと考えております。そこで、行財政運営と自治体システムの観点から何点かお伺いをしたいと思います。すでに本年6月定例議会での一般質問で、私は本市の財政バランスについてお聞きをしておりました。その中で新型コロナウイルス感染症対策への財政負担について確認をし、その財源として国から交付される地方創生臨時交付金や財政調整基金の取り崩し状況について確認をいたしました。その後も本市ではさまざまな側面からコロナ関連予算を計上してきているところであります。そこで改めての確認となりますが、現時点での本市のコロナ関連予算に対する市の負担額と、今後見込まれる地方創生臨時交付金の総額、また財政調整基金の取り崩し額についてお聞きをいたします。また当然のことながら、財政運営上はコロナ関連予算以外にも対応していかなければなりません。そこで現時点で今年度における状況を踏まえると、財政調整基金の残高はどのような状況になるのかをお聞きをいたします。また自治体システムについてお伺いをいたします。先日の質疑で我が会派の上野議員からの自治体クラウドに関する質問の中で、システム標準化に取り組んでいくとのご答弁をいただいております。そこで現在本市が導入し利用しているさまざまなシステムがあると思いますが、まずは住民記録や税などいわゆる基幹系の業務システムの導入数についてお聞きをいたします。1番の括弧2、健康増進策についてお聞きをいたします。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、この間全国的に各自治体などが行う健康審査や各種がん検診が中止や延期などされ、受診者も検診を控える傾向にあるとの報道がなされております。先の報道で日本対がん協会が調査したデータによると、がん検診においては今年1月から5月までのこの主要な5つのがん検診の受診者数は昨年と比べ3割を超える減少が見られているという報道がなされておりました。受診機会を逃せばがんの早期発見が遅れ、その後の治療や生活にも影響が出ることが懸念されます。そこでお聞きしますが、この間本市におけるがん検診の実施体制及び受診状況はどのようになっているのかをお伺いいたします。1の括弧3、学校現場における自学自習と図書室についてお聞きをいたします。まず今年度のコロナ禍においての学びの学習を図るために、この間あまり議論がなされていなかった自学自習と図書室、いわゆる放課後学習教室や学校図書館に対して、どのような活用や学習支援の実施となっているのか、まずお聞きをいたします。2、高齢化社会を見据えた交通施策についてお聞きをいたします。平成30年12月に策定された枚方市総合交通計画は、超高齢社会の到来をはじめ、人口減少などの今後の
社会状況の変化を踏まえ、総合的な交通施策の方向性を示す戦略的計画として策定されたものと認識をしており、誰もが暮らしやすい町やにぎわいあふれる町を実現するため、人、企業、行政が力を合わせて夢と希望を育む交通まちづくりを理念として掲げられております。まあ、こうした中、私の方には、高齢者を中心としてバス路線の拡充などに関するお問い合わせが、高齢化社会が進展するとともに年々増加してきております。市の方にもこのような問い合わせが増えてきている、このように思いますけれども、こうした市民の声や社会情勢の変化を受け、枚方市総合交通計画において、公共交通に関わる施策をどのように進められているのか、お聞きをいたします。3番、歴史街道枚方宿の活性化についてお聞きをいたします。枚方宿地区はかつて宿場町としてにぎわった歴史を広く市内外に伝えようと、鍵や資料館が整備されるとともに、この20年来、地元の町づくり協議会と行政が公民連携で歴史を生かした町づくりが行われてきたところであります。地元町づくり協議会では、かつてのにぎわいを取り戻そうと、毎月第2日曜日に561を開催し、街道沿いには歴史的景観にマッチした建物やカフェ、雑貨店などの立地も見受けられます。しかしながら、枚方宿の東見附から西見附まで年間を通してにぎわいが形成されているのかといえば、まだまだこういう状況も見受けられます。今年はコロナ禍で561や他の商業地などが中止されているとお聞きしておりますが、まず枚方宿地区のにぎわいの現状についてお聞きをいたします。以上で1回目の質問といたします。田中総合政策部長。1、コロナ禍における市政の取り組みについて、括弧1、行財政運営と自治体システムについてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、これまでの本市負担額は約51億円となっており、これに対し国から交付される地方創生臨時交付金につきましては、今回の9月補正予算に計上しておりました約10億円に加え、今後国に実施計画を提出する第2次交付分の約27億円を合わせた約37億円が見込まれております。これにより現時点におけるコロナ関連経費に対する財政調整基金の繰り入れ額につきましては約14億円となっております。また今年度の状況を踏まえますと、歳出面ではただいま申し上げましたコロナ関連経費への財政負担のほか、今後補正予算で対応が見込まれます国民健康保険特別会計に対する繰り出し金や扶助費の増額などへの対応、また歳入面では市税の落ち込みなども想定されます。これらをもとに試算いたしますと、財政調整基金の取り崩し額につきましては当初予算での取り崩し額を含め総額で47億円程度が見込まれる状況となっております。この取り崩し額につきましては財政運営上は歳出の不要額などにより一定吸収できる部分もございますが、仮にその全額を財政調整基金の取り崩しで対応するものとし、さらに前年度の実質収支の確定などに伴う積立金約13億円の増額要素も加味いたしますと、今年度末時点での財政調整基金の残高は約80億円と見込んでおります。次に自治体システムについてでございますが、本市の基幹系業務システムは住民記録や税、国民健康保険などの幅広い分野で26システム導入しており、庁舎内のサーバー室等に機器を設置して運用しております。山崎健康福祉部長。1の括弧に健康増進策についてお答えいたします。本市におけますがん検診の実施体制につきましては、これまでから集団検診ではなく各医療機関での個別検診で実施してきましたことから、
医師会の協力もあり、この間、完全に中止とはせず、各医療機関に感染症対策を講じていただき、検診希望者には検診を受けていただけるよう体制を取ってまいりました。しかしながら、1月から5月までの5つのがん検診の受診者数は、昨年度に比べ約2割の減少となっており、本市におきましても、全国と同様に受診を控える傾向にありました。加野学校教育部長。はい、続きまして、1-3、学校現場における自学自習と図書室についてお答えいたします。小中学校の放課後学習教室につきましては、今年度は2学期より開室することとしていたため、1学期は放課後の時間帯も利用しながら、必要に応じて児童・生徒に対する学習支援を行ってまいりました。次に学校図書館につきましては、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した上で、積極的に活用することを通知いたしました。このことを受けまして、各小中学校では、教科書教材と関連させて、並行して同じ作家やテーマ等の本や文章を読むことで、授業の中で培った力を定着させるために行う並行読書を、国語科の授業で行うなど、授業における読書活動を中心に、学校図書館を活用しております。山下土木部長。はい、次に2、高齢化社会を見据えた交通施策についてお答えいたします。枚方市総合交通計画における公共交通の施策としまして、持続可能な公共交通の実現を図るため、地域要望や社会情勢を踏まえ、地域バス路線再編に向けた現状及び課題の分析、また利用者数の減少などにより、バス路線の撤退や縮小が進まないよう、公共交通の利用促進を交通事業者や市民とともに取り組んでいます。さらに、こうした施策に加え、多様な交通手段の確保による移動や外出の促進を施策として展開しております。武田観光にぎわい部長。はい、3、歴史街道枚方宿の活性化についてお答えいたします。枚方宿地区を含む枚方市駅周辺では、来年秋のオープンを予定している総合文化芸術センターや、歴史的な町並み、淀川の自然、商業の集積など、地域を面で捉えて、にぎわいの創出を図る取り組みを検討しているところです。枚方宿のイベントとして定着している五六市は、毎回およそ8000人の集客があり、周辺のにぎわいの創出に貢献しております。しかしながら、今年はコロナ禍により、3月から中止を余儀なくされ、現在は10月からの再開に向け、コロナ対策など準備を進めておられるところです。有山議員。はい、それでは、それぞれのご答弁をいただきまして、ありがとうございました。2回目以降の質問をさせていただきます。まず、先ほどの行財政運営と自治体施設についてお聞きをいたしました。今年度の財政状況については確認をさせていただきました。財政調整基金は80億円までに減少する見込みである、こういうことでありました。令和元年度決算の資料を見ておりますと、令和元年度末の財政調整基金の残高が約114億円となっておりましたので、計算上、34億円ものの減少が見込まれるわけであります。財政運営は長期的な視点で取り組まなければならないことは言うまでもありませんが、先の質疑でも多少の、これまでの今議会での議論にもなっておりますけれども、本市は市駅周辺再整備という非常に財政負担が大きい事業への取り組みをすでに進めており、そうした中で財政調整基金が急激に減少することについては、大変憂慮するものであります。このような厳しい財政状況を踏まえながら、もう間もなく来年度の予算編成にも着手をしていかなければならないと思います。令和3年度の当初予算編成では、具体的にどのような状況が予想され、またどのように対応していくのか、ご見解をお聞きします。田中総合政策部長。令和3年度の予算編成におきましても、歳入面ではリーマンショックのことを踏まえますと、市税収入が大きく落ち込むことが予想されるとともに、歳出面では、扶助費や交際費による義務的経費の増加や、
枚方市駅周辺地区市街地再開発事業などに要する費用が見込まれます。このほか今年度に新型コロナウイルス感染症への対応として導入を前倒しした小中学校の教育用タブレットにかかるランニングコストへ新型コロナウイルス感染症へのさらなる対応についても考慮しておく必要がございます。このように来年度の予算編成では厳しい状況が見込まれることから予算編成に向けましては費用面での精査はもとより既存の事務事業の見直し検証や限られた財源の下での施策の優先順位付け、さらには ICT を活用した業務の効率化を図っていく必要があると考えております。有山議員。はい、ありがとうございます。まず財政的な見地で意見をさせていただいておきます。今年度や来年度の財政運営が相当厳しい状況にある、こういう趣旨のご答弁でもあり、その確認もさせていただきました。今後行財政運営を進める上で短期中期的に見た場合はコロナ禍による財政に与えるいわゆる影響を十分に踏まえておく必要があるかと思います。リーマンショックの際には市税収入が大きく減少となり回復するまでに数年を要したようであります。またさらに長期的に見た場合には少子高齢化の進展や人口減少により市税の増収について期待できない、むしろ減少傾向にある。これは全国的な傾向でもありますし本市においても例に漏れずであります。財源的に非常に厳しさを増してまいります。このような状況を踏まえた上で令和3年度の予算編成においても場合によってはさらなるコロナ対策に取り組んでいかなければなりません。将来にわたって財政の健全性を維持していくためには特に施策の優先順位付けが重要になる、このことをしっかりと肝に銘じて今後の財政運営をしていただきますようにまず要望としておきます。次に自治体システムについてお伺いいたします。先ほど基幹システムの現状をまずお伺いをしました。行政事務遂行にあたりシステム利用していくことは今や当然のことであります。近年システム導入や維持管理にかかる費用の高止まりが問題となっており財政的には非常に厳しい状況にある今だからこそシステム標準化の取り組みはしっかりと進めていただきシステムにかかる費用の削減に努めていただきたい、このように考えております。この国のシステム標準化を進めるにあたっての課題等についてまず確認をさせていただきます。田中部長。システムの標準化を進めるにあたっての課題でございますが本市では今後の庁舎移転を見据えますとクラウド型のシステムに段階的に移行しシステム運用のスリム化を進めていく必要があると考えております。そのためにはシステムの標準化が必要となりまた他の自治体との共同利用を前提に導入や維持運用にかかる経費を抑制する観点からもカスタマイズを極力抑制する必要があります。そうした中でシステムの標準機能に合わせて既存業務の在り方を大きく変えていかなければならないといった課題がございます。有山議員。今のご答弁のいわゆるカスタマイズ、いわゆる新たなそういうシステムの構築等をできるだけしっかりと抑制しながらみたいな部分かと思いますが、そういうもろもろの課題がある、こういう状況であります。そのシステム標準化の取り組みは、一方ではしっかりと進めていただきたいと思いますけれども、併せて ICT の効果的な活用が必要になってまいります。特に高齢者が今後、さらに増加することを踏まえると、これまで以上に市民が身近な地域でサービスを受けられる環境整備が必要になってまいります。まだ現在、検討が進んでいる市駅周辺再整備における庁舎機能の在り方についても、市民の利便性の向上や生活の質の向上といった視点を持って、ICT 化を進めていく必要があるかと考えますが、私はこれまで何度も主張してまいりました、いわゆるスマート自治体、スマートシティ、この観点も踏まえ、現状市の考えをお聞きをいたします。田中部長。はい、
日常生活のあらゆる場面でデジタル化が進んでおり、昨今のコロナ禍におきましては、テレワークの普及など、働く環境の変化やオンライン手続きの普及など、日常生活の過ごし方そのものが大きく変化しております。このような多様化への対応といたしましては、スマート自治体への転換や、さらにはスマートシティの実現に向けた取り組みが必要であり、その過程では市民と市役所との関わり、行政サービスの在り方につきましても、大きく変えていかなければならないと考えております。そうした中で、ICT の活用、推進にあたりましては、将来のあるべき姿を見据えながら、行政サービスの質的向上を図るとともに、業務効率を高めていく必要があると考えております。また、特にコロナ禍におきましては、新しい生活様式に対応した行政サービスのオンライン化、リモート化の拡充は喫緊の課題であり、国の動向にも注視しつつ、全庁的な取り組みとして進めてまいります。有山議員、ご答弁ありがとうございます。いわゆる市もちょうどシステム化も含めて ICT 化も含めて変わり目であって、国の方がちょうどくしくもそのような、いわゆるデジタル的な体制整備、ちょっと後ほど言いますけれども、そういうようなちょうどお互い国も市も同時期にそのような変わり目の時に来ている、ここをしっかりと捉えながら、全庁的な取り組みを進めていく、部長答弁ありましたけれども、この前兆的というのは特に市長、非常に大事な視点であります。今後、ICT を新たに導入していくにあたっては、市役所内において組織横断的な取り組みとして、いわゆる私どもがこれまでいろんな視点で言ってきて、横串連携、ここをしっかりと構築しながら、その下で進める、こういう必要があるかと思います。昨今では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークが広がるとともに、行政や民間の間でデジタル化の必要性が改めて明らかになり、先ほど言いました、国においてもデジタル化を強力に進めるための体制づくりが進められるようであります。先日のさまざまな国の報道の中でも、その体制が示されております。本市においても今年度の機構改革で総合政策部に、私どもの主張の中で、いわゆる情報推進課から ICT 戦略課という、こういう名称にされました。ただ、正直なところ、名称を変更されて、これまでとどのように変わったのかなというのが見受けられない状況にもあります。今後、さらに取り組みを進めるにあたっては、それなりの権限も必要であり、またふさわしい人材の確保も必要になるかと考えます。いわゆる本市の ICT 戦略を大きく強化していく必要があります。この点はまた改めて別の機会の議論も考えておりますけれども、市民生活の質の向上、特にコロナ禍を踏まえた将来のあるべき姿をしっかりと描いていただき、その上でより効率的、効果的な ICT の活用につながるよう取り組んでいく必要があると思いますし、むしろこの機会をチャンスにする必要があるとも市長考えます。例えば言葉だけでスマートシティの取り組みを提唱する、こういうことではなくて、市の実情に応じた具体的イメージに早急に結びつけていく、こういう必要があります。そうした点において、組織体制も含めてどのように今後取り組んでいくのか、現時点で担当副市長の長澤副市長にお伺いをいたします。長澤副市長。今後の人口減少時代を見据えまして、持続可能な自治体運営を進めていく上で、公民連携や ICT の活用によるスマート自治体、またスマートシティといった考えは時代の要請であると、このように認識をしております。そうしたことも踏まえまして、今年度の機構改革で ICT 戦略課を総合政策部の組織として編成し直したところでございます。しかしながら、今般のコロナ感染拡大期にありましては、初めての対応に不慣れな点もあり、全庁的に見ても積極的に取り組めていなかったと、このように考えておりますが、一方でこのコロナを機に、新しい生活様式やこれまでの常識が常識でなくなるニューノーマルと言われる今、これらの課題に対応する組織力の強化や、職員意識の変革も合わせまして、規制概念にとらわれない柔軟な発想により、さらなる ICT の活用へと、
舵を切っていくべきであると、このように考えております。こうした考え方のもと、先行して整備を行う市駅周辺の丸三街区におきまして、市民の皆様に利便性や質の向上を感じていただけますよう、本市の実情に応じ、ICT を活用した行政サービスの在り方について、検討を進めてまいります。また、新庁舎の整備におきましても、支所機能などを含めまして、ICT を活用したまちづくりについて、将来ビジョンをしっかりと描きながら、長期的な姿勢に立った投資を行い、効果が十分に図られるよう取り組んでまいります。有山議員。はい、ご答弁ありがとうございます。また改めて別の機会でこのようなやり取りもさせていただきたいと思っておりますけれども、先ほど重ねて言いますけれども、ちょうど国とまた本市の今後のまちづくり、また先ほど副市長からありました、いわゆる市民サービスを踏まえた、体制整備や庁舎機能の在り方とか、そういう形のちょうど変わり目がくしくも同じタイミングであるということは、むしろこのタイミングはチャンスにするべきである。もう深掘りの議論はまた改めてさせていただきます。ぜひ取り組みをよろしくお願いいたします。次に、括弧2番の健康増進策についてお伺いいたします。先ほど新型コロナウイルス感染の中での本市のがん検診の受診状況についてお聞きをいたしました。そこで、これらのがん検診や特定検診を受診すれば、いわゆる枚方ポイントが付与される、こういう仕組みにも現状なっております。では、その実情がどういう状況でになっているでしょうか、お聞きをいたします。また、枚方ポイントはその目的について、健康福祉を主体にと舵を切られようとしております。これは私どもも、私自身も主張してまいりましたが、そのためには、このもっと幅広い世代の方に知っていただき、気軽に利用していただけるよう取り組む必要があるかと思いますが、市の見解をお聞かせください。山崎健康福祉部長。令和元年度の実績につきましては、がん検診を受診された方、延べ約7万5千人のうち、枚方ポイントを付与した件数は約7千件、特定検診を受診された方、約2万人のうち、枚方ポイントを付与した件数は約3300件でございます。枚方ポイント事業につきましては、システムのアプリ化改修により、制度の利便性や魅力を高めるとともに、新たにポイントを活用する対象事業の検討、市による積極的なポイント付与、協力店舗の拡大など、あらゆる世代の市民の皆様の健康や生きがいの増進につなげる取り組みを進めることによりまして、枚方ポイント制度が効果的に機能することを目指してまいります。有山議員。今のご答弁でですね、検診で見ると枚方ポイントの利用者が、受診者の約1割という、もうこれも非常に、ね、結果としてはしんどい状況です。今回、そういう中で今回のアプリ化やポイント活用のその広げる等によって成果を示す必要があります。そこで枚方ポイント事業、現在のカード所持方式からアプリ方式に変更される、こういう方向性が示されておりますが、その場合、当初に設定しているカード普及枚数20万枚という目標値を設定されております。このような目標値も変更していく必要がある、このように思いますけれども、どのような目標設定の中で今後進めていくのか、お聞かせください。山崎部長。枚方ポイント事業のアプリ化に伴いまして、枚方ポイントの利用者は、スマホのアプリか QR コードの印字カードを使用されることになりますので、カード普及枚数という指標は検討する必要があると考えております。枚方ポイント事業は、ポイントシステムを用いて、市民の健康増進をはじめとしたさまざまな施策の促進を図るための手段でございますので、これまでのように単なる事業の外形を指標とするのではなく、稼働実態や政策的効果の向上への寄与を目的とする必要があると考えております。今後、こうした考え方に基づきまして、具体的な設定目標を検討してまいります。有山議員。はい、30分が経過しますけど、同僚議員が大幅に我が会派に時間を残していただいておりますので、
私と藤田議員とで存分に使わせていただきたいと思っておりますので、よろしくお付き合いのほうお願いいたします。今の ご答弁で、いわゆる具体的な設定目標を今後検討しなければならない、これは当たり前の話であって、在り方が変わるわけですから、店舗の目標値なんかも含めて、在り方が変わるということは、いわゆるどれだけのアプリをどれだけの市民が使ってくれるか、どれだけの事業者がそこに恩恵、また市民も含めて恩恵があるの、こういう目標値をですね、しっかりと検討いただきたい、このように思います。いわゆるその設定目標の見直し、これも当然のことであって、流れに応じた対応をお願いいたします。ポイント事業、今後、ポイント付与のあり方も含め、まず市民の健康増進や生きがいづくりに十分活用していただきたい、このようにも思います。一つの例ですけれども、現在実施中の高齢者を対象としたアンケート調査後はですね、さっき の私ども会派の王子議員の質問でもありました。高齢者がスマートフォンへ切り替える際の支援にも何か取り組んでいく、こういう私ども会派に対してご答弁もいただいております。例えば高齢者がスマートフォンを十分に活用して、必要な情報を双方向でやり取りできる、こういうことはですね、孤立を防いで生きがいにもつながる可能性があります。その支援を希望される高齢者がスマートフォンを取得する際、また使い方を学ぶ際、こういう支援する、その協力事業者、もしくは団体、あるいは市民、そういう方々に対して、逆にそういう方に対して何かメリットがある、こういうことも考えて、相乗効果みたいなところも考える必要もあるのかなと、このように思います。本市のポイント事業を最大限に活用して、市民の身体面、精神面の健康増進を図っていただくよう要望としておきます。次に、かっこさんの学校現場における自学自習と図書室についてお聞きをいたします。学校現場における自学自習と図書室の現状について、先ほどお聞きをしました。そこでですね、児童生徒へのですね、1人1台のタブレット端末の配備、これ もうずっと議論がありますよね、今年度で完了することになったわけであります。こうした ICT 機器を活用した学校教育を進める上では、子どもたちの学びを促す放課後学習の取り組みや、学校図書館の活用は、これまで以上に重要なですね、役割を担うものと思いますし、取り組み強化をぜひ図っていただきたい、このように思います。そこでまず、来年度はこれまで行ってきた放課後学習教室の取り組みをどのように行っていくのか、そして学校図書館の活用を促進するためには、学校司書の配置の充実、これは欠かせない、このように思います。どのように考えているのかをまずお聞きをいたします。加納学校教育部長。はい、放課後学習教室につきましては、1人1台のタブレット端末が配備されることを踏まえ、従来型の実施手法を抜本的に見直し、タブレット端末を活用したより効果的な学習支援につながる取り組みを検討してまいります。また小学校では次年度から県小校において実施をされます放課後キッズクラブとの連携も図ってまいります。次に学校司書の配置につきましては、学校司書の支援により学校図書館の環境整備および授業における効果的な図書資料等の活用が推進されていることから、児童の読書習慣の確立や情報活用能力の育成等のため、小学校への学校司書への配置について検討を進めてまいります。有山議員。ご答弁ありがとうございます。今の学校教育部長のご答弁で、私どもが主張するその学校司書配置の充実、そういうことについてしっかりとご答弁いただきましたので、よろしくお願いします。いわゆる学校司書の充実については、専門的な知見を生かして成果を上げている、こういうことですから、小学校への学校司書の配置、また拡充、しっかりと進めていただきたい、改めて申し上げます。そこでですね、課題となるのが、今後学校司書の配置の拡充を図るにあたって、人材の確保、このことが大きな課題になります。その点をしっかりと考えながら進めていかなければならないかと思いますけれども、現時点でどのようにお考えかをお聞きいたします。前村総合教育部長。はい、小学校への学校司書の配置に向けましては、
分室の管理運営の在り方や、さらなる民間活力の活用など、一律図書館全体の効率的、効果的な運営等、さまざまな検討課題の中で進める必要があると考えております。有山議員。はい、ぜひそういう形でしっかりと、まずどういう形で人的配置を進めていくことができるか、しっかりと今の部長答弁、これを具体的に早急にですね、検討いただきまして、進めていただきますようにお願いいたします。そういう、学校秘書配置の人的配置のご答弁いただきましたけれども、その次にですね、自学自習、いわゆる放課後学習の取り組みについて、改めてお聞きをします。まず、中学校の放課後学習教室は、これは福祉的な観点も含めた学習支援の取り組みでもあります。答弁にありましたタブレット端末を活用した学習支援は、より幅広い生徒に対する学びの保障につながるもの、このように考えられます。非常に効果的であると思います。また、多くの生徒の参加を促すツールにもなります。実施に向けた取り組みを進めていただきますよう、これにつきましては要望とさせていただきます。また、小学校の放課後学習教室については、来年度から4校を検証校として、放課後キッズクラブを実施されることから、その兼ね合いも含めて、ある意味一つの転換期を迎えている、このようにも捉えられます。タブレット端末の活用を視野に入れた在り方の検討においては、例えばですね、子どもたちが自分自身で学習を進めることができる AI ドリル、こういうような優れたソフト、こういうのが今あると、このようにお聞きをしております。そういう採用も効果的である、このように思います。こうした放課後学習については、タブレット端末や先進的なソフトを活用して、より効果的に推進していくことが重要であり、ICT を活用した、いわゆる私どもが、先の二府議員の会派に、二府議員の質疑でも主張させていただきました、平方版教育モデル、ここにもしっかりと反映していくべきではないか、このように考えますけれども、これは教育長のご見解を伺います。奈良教育長。はい、議員お示しの効果的な学習ソフトも含めまして、タブレット端末を活用した放課後学習につきましては、今後、ICT を活用した学校教育を推進していく取り組みの重要な柱になるものと考えており、現在、策定を進めております。枚方版教育モデルにおきましては、議員ご質問の趣旨も踏まえまして、具体的な取り組みや目標を設定してまいります。有山議員、ぜひよろしくお願いいたします。最後は意見要望とさせていただきますけれども、まず学校図書館についてですけれども、重ねて申し上げますが、これまで私ども会派として、学校秘書の役割や成果等を確認する中で、学校秘書が小中学校の学習の充実、読書習慣の定着、ここに大きく寄与している、このように考えます。ぜひ小学校に学校秘書拡充配置し、読書活動を一層推進させていく、このことを強く要望とさせていただきます。また、先ほどお話ししましたように、AI ドリルに代表される ICT 機器を活用することで、来たる、いわゆるソサイティ 5.0、こういう新しい生活様式にも対応しうる、生きる力を子どもたちに育む教育を、平方市が率先して行うために、学校や家庭、放課後の時間などにおけるICT 機器の活用を総括的に見える化させる枚方版教育モデルの策定、教育長からもご答弁いただきましたが、早期に策定していただきますよう、改めて要望とさせていただきます。次に2番目の高齢化社会を見据えた交通施策についてお聞きをいたします。公共交通の施策として、バス路線の確保、維持、改善に加え、多様な交通手段の確保に努められていることについては、理解をいたしました。私といたしましても、超高齢社会の到来を迎える中、公共交通不便地域などにおいて多様な交通手段を確保することは極めて重要であると認識しております。枚方市総合交通計画の多様な交通手段において、本市の市政運営方針での地域支援、自主運行型のコミュニティ交通システムの検討支援、こういう方針も含め、いろんな取り組みを示されております。こうしたことから、本年3月の代表質問におきまして、私は、同計画の理念にもある交通まちづくりや多様な交通手段の確保の観点から、高齢化が高まってくる、
府内の河内長野市の南華台地区においての環境や IT 分野などの最先端技術を取り入れた、名称はくるくるという名称なんですけれども、この地域主体型で導入された事業を、例示をさせていただきまして、質問させていただきました。交通まちづくりの視点も捉えて、地域との共同による地域主体型の交通の構築を目指すとの趣旨の答弁も市長からいただいております。今回はもう少し具体的な視点からの質問として、枚方市総合交通計画の推進にあたって、施策体系を整わせ、実効性を追求していかなくてはならないと考えますが、同計画に基づき、多様な交通手段の確保をどのように取り組まれるのかをお聞きをいたします。山下土木部長。枚方市総合交通計画における多様な交通手段の確保については、地域支援、自主運行型のコミュニティ交通システムの検討支援をはじめ、福祉タクシー基本料金助成事業や、福祉移送サービス共同配車事業など、8つの取り組みで体系しています。同計画に基づき、高齢者や障害者など、誰もが移動しやすい環境を整えるため、健康や福祉の分野も含めたそれぞれの事業主体の取り組みを連携することで交通手段の多様化を進めてまいります。有山議員。はい、ご答弁ありがとうございます。最後は要望させていただきます。枚方市総合交通計画の推進の中で高齢化社会を見据え、多様な交通手段の確保により移動や外出の促進がさらに図れるようにこれは取り組んでいただきたい、このように思います。しかしながら多様な交通手段の中の地域支援、自主運行型のコミュニティ交通システムの検討支援については、これは市内でいまだ具現化していない、こういう状況でもあります。今後、枚方市交通総合交通計画の理念の人、企業、行政が力を合わせて夢と希望を育む交通まちづくり、このような表現もされておりますけれども、誰もが暮らしやすい町、にぎわいあふれる町が実現できるように、地域との共同の取り組みと、また一方で市が主体となる、実効性がある新たな施策、これも先ほどのご答弁でもなかなかちょっと乏しいものがあるなと、じゃあ何を市が主体になってやろうとしているのかというのが見えない、例えばエリア分けで地域がどういう状況であるか。いわゆる交通不便地域がどうなのかとか、それに対して人口、高齢化層がどうかとか、どういうことで地域でお困りかとか、こういう分析はおそらくされていないのではないか、これ以上申し上げませんけれども、こういう分析をする中で、枚方市内全域のいわゆる交通支援ですね、交通対策に対しての支援というのをしっかりと市が主体となって行っていく、これもやっぱり示さなければ、何かずっとご答弁聞いているとやり取りもさせていただくと、なんとなく抽象的な理念にのっとってやってますみたいな、実際は市が主体のだって何やってるんですかと聞くとあまり具体のものが出てこない、こういうふうに思えてならないので、ぜひ今後具体的に進めていただきますようお願いします。最後の、歴史街道枚方宿の活性化についてお聞きをいたします。先ほどのご答弁で枚方宿のにぎわいの現状については理解をいたしましたが、この当地区はですね、先ほど言いました東見附から西見附約 1.5 キロにわたって町並みが続いております。ちょうどその中間あたりに元の幼児療育園の跡地があります。この場所は淀川や万年寺山への動線が歴史街道と交差するところでもあり、枚方市駅方面と枚方公園駅方面をつなぎ、枚方宿全体のにぎわいを創出していく拠点としてふさわしい立地であると思いますし、議会においてさまざまな議論もなされております。我が会派からは藤田議員がその活用においてアグリパークなどの提案もさせていただいております。もちろん地域の声をしっかりとお聞きしていただいて、どのように活用していくか、地域と一緒に考えていくことが町の活性化にもつながる、これはもちろんのことであります。そこで幼児療育園の建物ですけれども、運用時、幼児療育園が運用されているときに、ちょっと保護者の方と私の関わりの中で何度も私は当時の幼児療育園行かせていただきましたが、もうその時にすでにもう老朽化が気になって、もう建物そのものがもう本当に古くて、構造そのものは古い、
まあ、50年以上、築50年以上経っているわけですから、もう当然とは当然ですけれども、痛みが進行している、こういう状況であります。このコロナ禍で、まあ、財源のことも重要である、もうこのことはもう重々、先ほどの財政議論でいうとですね、もう理解はしておりますけれども、まあ、観光とか、またにぎわいの創出をより効率的、効果的に進めるためにも、民間活力の導入や国の交付金の活用、まあ、こういうふうないわゆる幅広い財源を確保して、ぜひ建て替えに一歩踏み出していただきたい、このように思いますけれども、市の見解を伺います。武田観光にぎわい部長。幼児療育園、幼児療育園跡地の活用につきましては、担当部署におきまして、観光交流拠点施設として活用する方向で検討を進めているところです。さらに今年度、担当部署である観光にぎわい部に、観光施策検討プロジェクトチームを設置したところであり、地元まちづくり協議会等のご意見もお聞きしながら、暫定活用について検討するとともに、財源の確保策を幅広い観点から研究し、議員お示しの建て替えについても検討してまいります。有山議員。はい、ご答弁ありがとうございます。ぜひ建て替えについても、まあ、ある意味早急にですね、手法をですね、まず手法を検討していただきたい、このように思います。幼児療育園跡地に、まあ、観光交流拠点支店が施設が整備されるということで、まあ、いわゆる枚方公園方面から歴史街道、そして枚方市駅前、まあ、こういう商業施設、また、明年オープンします、現在建設中の総合文化芸術センターなど、まあ、それぞれの来場者の回遊性が高まって、一層のにぎわい創出につながっていくのではないか、このようにも考えます。市長もこういう観光資源に非常に力を入れたい、こういうことをおっしゃっているようでございますので、ここは共有するところでございます。そのことにより、枚方市駅周辺が淀川の自然を背景とした歴史文化ゾーンとして、他市にはない特徴的で魅力的な地域として内外に PR できるのではないでしょうか。まあ、現在、市の方では想定される現施設ですね、の機能、役割について、どのように考えているのかをお聞きをいたします。武田部長。当該施設については、観光にかかる情報の発信拠点のほか、枚方宿地区などを訪れる方々や、地元で暮らしている方々などと交流拠点としても考えているところです。また、枚方宿地区で開催されているクラワンカ561やジャズストリートの会場としてはもちろん、市駅周辺の商業施設や淀川河川公園、枚方パーク、そして総合文化芸術センター等ともタイアップして、催し、イベントを開催することで、来場者の回遊性を高め、本市の魅力を広く内外に発信してまいりたいと考えております。有山議員。はい、非常に希望あふれるご答弁、ありがとうございました。幼児療育園跡地はですね、まあ、最後、意見要望とさせていただきます。幼児療育園跡地、まあ、かつての宿場町の中心に位置し、本陣跡に隣接する脇本陣があったと、まあ、こういう、このように言われている場所でもあります。まあ、このような地域固有の歴史を大切にし、まあ、それを生かしながら地域に残る歴史資源や文化観光資源など効果的につないでいくことが求められている、このようにも思います。まあ、今後、枚方市駅周辺の面としての活性化を着実にしていく、実現していくためにも、まずは地元と連携し、施設の内容や管理運営、について検討を行っていただきたい。また併せて建て替え整備も行っての検討も行っていただきたい、このように思います。市全体の活性化にもつなげていただくよう要望とさせていただきまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。これにて有山正信議員の質問を終結します。